実家の近くに時のブレッカーセンターの本社があったので、小さい頃から当社の存在は知っていました。小さい頃から車やトラックが好きだった私は、そこに並んでいた赤いボディに英文字が書かれたレッカー車がものすごくかっこよく見えて、当社のレッカー車に乗ることが憧れでした。小学生の頃からずっといつかここで働きたいと思っていて、高校を卒業する時も求人の募集はなかったのですが、学校の先生に掛け合って時のブレッカーセンターに連絡してもらいました。だから今実際にここで働けているのは昔からの夢が叶ったような感じで、親は危険じゃないんかと当初は反対していましたけど、1年ぐらい経って徐々によくやっているなと言ってくれるようになり、今ではこの仕事のことも応援してくれています。最初に一人で出動した現場は車両が横転した事故、無事に作業が完了して戻ってこられた時は、この仕事ならではの達成感がありましたね。最初は上司がメインでそのサポートをしていくのですが、ベルトのかけ方が違ったり作業スピードが遅かったり、当時の上司が厳しい人だったこともあって注意されてばかりいました。搬送するときに車を傷つけてしまったり、失敗も数えれないくらいあって、でもそんな失敗がなかったらここまで成長することもなかったかなと思っています。失敗することでここまでやったらダメということがわかるので、同じミスさえしなければ失敗こそが成長の原動力になりますし、会社もそういった方針で指導してくれています。この仕事は24時間緊急の出動になるので大変なことも多くありました。大雪が降った日には朝の3時に出発してお客様の車を助けに行ったり、天候が荒れた日は現場の予定も詰まっていたりします。周りからもよくやっているねと言われますが、今まで一度も辞めたいと思ったことはありません。事故や故障などトラブルに直面して困っているお客様のもとに駆けつけるので、心からありがとうと言っていただきますし、その時の達成感はなかなか味わえないと思います。入社6年目を迎えて、今まで何千件という現場に対応してきましたが、今でも現場に向かう時は緊張します。ロードサービスというのは基本的な手順はありますが、現場の状況はそれぞれ、同じ現場というのは一つもありません。事前に想定していた状況と実際の現場が違っていることがよくあります。だからこそ現場を自分の目で確認するまではすごくいろいろなことを考えているんです。100件の現場があれば100通りの対応の仕方があって、その引き出しをどれだけ持てるか、どう柔軟に対応できるか、そんな経験がものを言う仕事かもしれません。ベテランの上司の方々は現場に到着するなり車の状態をチェックして、どうやってベルトを巻いてどう動かしていくか瞬時に判断できて、作業も早いので尊敬できる方々ばかりです。ロードサービスで大切なのはまずお客様の安全、次に自分が安全に作業ができること、そして作業の確実さと速さです。自分が新人の時は正直先輩の作業を見て覚えろという時代だったので、逆に自分より後に入った新人隊員に対しては自分がしてほしかった教え方を心がけています。私なりのやり方を分かりやすく言葉にして伝えながら楽しく仕事ができるように
定期的に研修などもやっていきたいですね。私と同じように車やトラックが好きな方であれば楽しい職場だと思いますよ。時には車屋さんと、この前の故障の原因何だったんですかとか、新しい車の話など情報交換するのも楽しいですしね。時のブレッカーセンターは全国でも珍しく、ロードサービスの他にもトラックの出張修理や自社工場でレッカー車も製作しています。当社で走っているレッカー車も全て自分たちが作っています。全国から製作の依頼が来て、その方面での知名度があるんですが、ロードサービスの会社としてもっと多くの人に存在を知ってもらいたいというのが今の私の目標です。どんな事故現場でも、時のブレッカーセンターの黒田が来たから大丈夫だと、お客様だけじゃなく全ての方々に安心してもらえる存在を目指して、小さい頃からの憧れだった世界にここにしかない赤いレッカー車に乗って、今日も助けが必要な現場にいち早く駆けつけます。